なんか、とんでもないことになっちゃったな。来たる12月24日、日没と同時に我々は百鬼夜行を行う。場所は呪いのるつぼ、東京、新宿。呪術の聖地、京都。各地に千の呪いを放つ。下す命令はもちろん、王殺だ。地獄絵図を描きたくなければ、死力を尽くして止めに来い。思う存分、呪い合おうじゃないか。あ、マキさん。何してんだ？今日は休校だろ。いや、なんか落ち着かなくて。寮の人たちも全然いないし。2年は前から京都に遠征中だったからな。トゲは3、4年と新宿でバックアップ。パンダは学長のお気に入りだからな。多分トゲと一緒だろ。そっか。聞けよ。え？気になってんだろ？なんで私が落ちこぼれか。いや、うん、はい。うち、全員家はな、御三家って呼ばれるエリート呪術師の家系なんだよ。お前、呪術師に必要な最低限の素質ってわかるか？え？何かな？呪いが見えることだ。一般人でも死に際とか特殊な状況で見えることがあるけどな。私はこのダセーメガネがねえと呪いが見えねえ。私の呪具は初めから呪力がこもってるもんで、私がどうこうしてるわけじゃねえ。おかげで家出られたけどな。飯はまじいし、部屋は狭いし、知らねえおっさんはうろついてっし、ほんと最悪だったわ。名字で呼ぶな。呪力のことは私に聞くな。誰もがお前みてえに呪いに耐性があるわけじゃねえんだよ。マキさんはどうして呪術師を続けるの？私は性格悪いかんな。呪いも見えねえ奴が一級術師として出戻って家の連中に吠え面かかせてやるんだ。そんでうちから全員機をぶっ潰してやる。んだよ。いや、マキさんらしいと思って。僕はマキさんみたいになりたい。強くまっすぐ行きたいんだ。あんたなんか産まなきゃよかった。全員家のはじめ。みんなマキみたいになっちゃダメよ。僕に手伝えることがあったら何でも言ってよ。全員家ぶっ壊そうなんて。バカ、一人でやるから意味があんだよ。部屋戻るわ。あ、うん、またね。バカか、私は。認められた気になってんじゃねえよ。建物インフラの破壊は可能な限り避けろ。逃げ遅れた一般人がいる可能性もある。見つけ次第避難させろ。聞いているのか、悟。一人めんどくさそうな奴がいるな。なるほど、あの包帯か。ええ、他は私たちで引き受けます。何度も言いますが。分かってる。俺らは足止めでしょう。のらりくらり下等の仕事が終わるまで遊びましょう。
五条さん、報告が。どうかされました？いや、あの目立ちたがりが前線に出てこない。京都の方かなら何かしら連絡があるだろう。なんでもない。どうした？こんな時にとは思いますが、早い方がいいかと。以前調査を依頼された乙骨くんの件です。パンダ、トゲ！ん？どうし？質問禁止！今から二人を呪術高専に送る。は？ゲトは今、高専にいる。絶対、多分、間違いない！どっちだよ？勘が当たれば、最悪ユータとマキ、二人死ぬ。僕もあの偉人を片付けたらすぐ行く。二人を守れ。悪いが死守だ。おう！避け！まさか気づかれた。だから影武者の一人でも用意しておけばと。下手なダミーは逆効果。ゲトウ様がおっしゃってたでしょ。ミミコ、ナナコ、予定を繰り上げます。開戦よ。待ってました。あんたの相手は俺だよ、特級。これで50体。撃破数のインセンティブはクリア。満額ボーナス目指して。もう少し働こうかな。君たち、年は？15。まだ子供じゃないですか。今ならまだ引き返せます。善悪の区別もついていないでしょう。こっち。ミミコ、あいつゲロムカつかね？ツルス、ナナコ。あんたらは知らねえだろ。地図にも載ってねえようなクソ田舎で、呪術師がどういう扱い受けてるか。善悪？そんなんあんたらで勝手にやってろし！ゲトウ様が言えば、黒も白だし、白も黒なんだよ。私たちは、あの人が見据える世界を信じてる。邪魔する奴は。しぶといな。あの名は、珍しい呪いが編み込まれてるな。こっちの術式が乱される。もう半分も残ってない。これ一本編むのに、俺の国の術師が何十年かけると思ってる。知るか。僕の一秒の方が勝ってる。それだけだろ。邪魔だ。やばい、五条さん切れてる。これが下等の言っていた無加減呪術。原子レベルに干渉する緻密な呪力操作で時空間を支配する。それを可能にしているのがあのメカ。ノルマまであと12分強。死ぬ気で逃げ切る。死んだらたたるぞ、ゲトウ。
ナナミさん。ここは私が。ふん。新影流簡易領域抜刀。油断するな、ミワ。あんたもね。みんな、警戒を緩めるな。カモ君、二次の方向から樹齢7体。了解。東堂はどこに行った？ああ、すぐ会えると思う。今までどこに行ってたんだ、東堂。なんだ、あの呪力は。そいつは危険だ、東堂。一人で突っ込むな、応援を。8時からのトーク番組、クリスマス特別生スペシャルに、高田ちゃんが出る。こんなところでもたついてられるか。カモ君、6時の方向からさらに10体以上の呪霊が接近。全員迎撃態勢を敷け。ったく、キリがないわね。いつになったら終わんのよ。君がいたか。いちゃ悪いかよ。てめえこそ、なんでここにいる？悪いが、猿と話す時間はない。帳が降りてる。サトルの勘が当たったのか。俺が帳を破る。あとは最短で。行くぞ！明太子！おっと、誰かが帳に穴を開けたな。何事もそう思い通りにはいかないもんだね。侵入地点からここまで5分ってとこか。無視するべきか、片付けておくべきか、迷うね。おらあ、すべての壁をぶち破って、最短できたか。マキ！様子を見。ワンパターンだよ。フェイントだからな。ドラミングビートグー。惜しかったね。お前もな。あちら！峠、大丈夫か？いくら。ああ、まずはマキ。マキ、大丈夫か？マキ。宝。ふぅ、ずいぶん派手にやられてるが。まあ、翔子なら何とかしてくれるだろう。まだ、あ、また地震？何が起きてるんだろう。素晴らしい、素晴らしいよ。
私は今、猛烈に感動している！乙骨を助けに馳せ参じたのだろう？呪術師が呪術師を、自己を犠牲にしてまで、慈しみ、敬う！私の望む世界が、今目の前にある！マキさん。本当はね、君にも生きていてほしいんだ、乙骨。でも、すべては呪術界の未来のためだ。パンダ君。言うた。犬巻君。に、げ、ろ、く。三人ともひどい怪我だ。特にマキさん。死なせない。ずるいずるい。お前ばかり、お前ばかり。何をしているリカ。その人は僕の恩人だ。蝶よりも花よりも丁重に扱え。ごめんなさい、ごめんなさい。怒らないで。怒ってないよ。嫌いにならないで。嫌いになんてならないよ。僕らの敵は、あいつだよ。ユウだ、あいつ嫌い？ああ、大嫌いだ。じゃあ、リカも嫌い？おかえり。なんで攻撃をやめた？呪力による治癒には高度な反転術式を要する。君の意識を少しでもそちらに咲かせた方が得策だろう。続きを始めようか。リカ、あれをやる。蛇の目と牙。あれは犬巻家の呪印。死ね。素晴らしい。呪言は犬巻家送電の高等術式。これを呪術を学んで1年未満の少年がやってのけた。やっぱり難しいや。呪力が拡散して狙いが定まらない。犬巻君はすごいな。やはり織本里香の正体は変幻自在、底なしの呪力の塊。ますます欲しいね。そう、僕の友達はすごいんだ。それをお前は、お前はぐちゃぐちゃにしてやる。生まれて初めての劇場、呪力が体に満ち満ちているね。身体能力の向上、万能感、五感が研ぎ澄まされているだろう。ウゴーどもでは相手にならないね。直に叩くとしようか。合わせろ、リカ。人は食物連鎖の頂点に立ち、さらに高位の存在を無双し神と呼んだ。おかしいと思わないか。無双せずとも我々呪術師がいるというのに。結局非術師は自分より秀でた存在から目を背けたいだけなのさ。神になりたいなんて子供じみたこと言うなよ。論点がずれてるよ、乙骨。私が望むのは啓蒙ではない、先民だよ。数が多いというだけで強者が弱者に埋もれ虐げられることもある。
そういう猿どもの厚顔ぶりが吐き気を催すほど不愉快だと私は言っているんだ。ユータ、ユータ。大丈夫。慣れてきた。わかんないよ。光線以外の呪術師のことなんか知らないし、お前が正しいかどうかなんて僕にはわからない。でも僕が、みんなの友達でいるために、僕が、僕を生きてていいって思えるように、お前は殺さなきゃいけないんだ。自己中心的だね。だが自己肯定か。生きていく上でこれ以上に大事なこともないだろう。ならばこちらも前例をもって君を殺す。もう質も量も妥協しない。知っているかい、特級を冠する人間は4人。呪いだと16体存在する。これはそのうちの1体。特級仮想怨霊、化身、玉物前。さらに、私が今所持している4461体の呪いを一つにして、君にぶつける。乙骨、君が織本里香を使いこなす前に殺しに来て、本当に良かった。てか。なーに？いつも守ってくれてありがとう。僕を好きになってくれてありがとう。最後にもう一度、力を貸して。あいつを止めたいんだ。その後はもう、何もいらないから。僕の未来も、心も体も、全部理科にあげる。これからは本当にずっと一緒だよ。愛してるよりか。一緒に行こう。自らを生贄とした呪力の制限解除。そう来るか、女たらしめ。素晴らしい、本当に素晴らしいよ。まさに世界を変える力だ。理科さえあればせこせこ呪いを集める必要もない。次だ、次こそ手に入れ。遅かったじゃないか、サトル。君で詰むとはな。私の家族たちは無事かい？揃いも揃って逃げおおせたよ。京都の方もお前の指示だろう。まあね、君と違って私は優しいんだ。あの二人を私にやられる前提で送り込んだな。乙骨の起爆剤として。そこは信用した。お前のような主義の人間は若い術師を理由もなく殺さないと。信用か。まだ私にそんなものを残していたのか。ああ、そうだ、これ返しといてくれ。ユータの学生証？小学校もお前の仕業だったのか。まあね。呆れたやつだ。何か言い残すことはあるか？誰が何と言おうと猿どもは嫌いだ。でも別に高専の連中まで憎かったわけじゃない。ただこの世界では私は心の底から笑えなかった。すぐる。うん。最後くらい呪いの言葉を吐けよ。
おい、おい、おい、ユータ、大丈夫か？高菜？しっかりしろ、ユータ。みんな、怪我？マキさん、イナメック、ああ、パドコン、腕治ってない！落ち着け。全員今のユータより元気だ。俺の腕は二人と違って後でどうにでもなる。助けてくれてありがとうな。シャケ。あ、ユータ。ごめんね、リカちゃん。待たせたね。どうした、ユータ。あ、力を貸してもらう代わりに、リカちゃんと同じところに行く約束をですね。はぁ？お前それ死ぬってことじゃねえか！何考えてんだバカ！いや、それが。リカちゃん。おめでとう。怪獣達成だね。誰？グッドルッキングガイ五条悟先生だよ。以前ユータが立てた仮説、面白いと思ってね。家系の調査を依頼した。リカの方は随分昔に終了してたけど、ユータの方はザルもいいとこだったからね。それで判明したんだけど、君、菅原の道真の子孫だった。超遠縁だけど僕の親戚。え、誰？日本三大怨霊の一人。超大物呪術師だ。ズナ。ユータが正しかった。リカが君に呪いをかけたんじゃない。君が、リカに呪いをかけたんだ。リカちゃん。どうしよう、死んじゃうもん。助けなきゃ。死んじゃダメだ、死んじゃダメだ、死んじゃダメだ、死んじゃダメだ。そうだ、僕はあの時リカちゃんの死を拒んだ。呪いをかけた側が主従契約を破棄したんだ。かけられた側がペナルティを望んでいないのであれば解除は完了だ。ま、その姿を見れば分かりきったことだよね。全部、僕のせいじゃないか。リカちゃんをあんな姿にして、たくさんの人を傷つけて、僕がゲトウに狙われたせいでみんなが死にかけた。全部、全部僕が、ユータ、ありがとう。時間もくれて、ずっとそばに置いてくれて。リカはこの6年が、生きてる時より幸せだったよ。バイバイ、元気でね。あんまり早くこっちに来ちゃダメだよ。またね。今更だが、ゲトウの件、君に非はない。ユータがいなくてもあいつは必ず高専に来た。ですかね。それから、これ。お、学生証、先生が拾ってくれてたんだ。いや、僕じゃない。僕の親友だよ。たった一人のね。ほら、ユータ！いつまで待たせんだ？ん？行くぞ！